どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はなんとあの IFBB プロそしてフィットネス YouTuber のカネキンさんと筋トレコラボをしてきました。カネキンさんはもうフィットネス界では知らない人はいないっていうねお方で、日本で初めてねこう海外のフィットネス情報だったりフィジークっていうね分野だったりを日本で本当初めて広めた人物です。でそして僕もね約2年ぐらい前から筋トレ始めたんですけど、その時からねカネキンさんを実はずっと見てました。そんなカネキンさん実はねバリバリの COD プレイヤーで、自身のサブチャンネルにも COD のプレイ動画を上げてしまうほどなんですね。少し前にウォーゾーンのねイベントでカネキンさんとゲームの方ではコラボしたんですけど、今回筋トレの方では初めてということでカネキンさんに胸トレを教わってきました。カネキンさんの方のチャンネルではまあ筋トレメインで上がると思うんですけど、僕の方の動画では前半筋トレ動画、そして動画の後半はカネキンさんで今までのこう裏話とかを聞いて、そして最後にはカネキンさんのゲーミング環境をね今日紹介したいなと思います。動画始まる前に皆さんに謝らないといけないことがあるんですけど、今回の動画すんごいね音質が悪いです。ちょっとね撮影時のトラブルで全然音が取れてないっていう問題があって、なんとか聞こえるレベルまで持ってきたんですけど、どうしてもね音質がかなり悪いので、まあちょっと字幕つけながらなんとかしたいと思うんですけど、本当に申し訳ありません。というわけで最後までぜひご覧いただけたら嬉しいです。一緒に、まあ、ゲームを何度かさせてもらったことがあって、僕は初心者だからといって、まあ、全然手加減とかしてなかったので、僕もトレーニングはもう僕のトレーニングそのままぶつけちゃって大丈夫です。わかりました。ダメと言ってもぶつけます。レッツゴー。結構ね、まあ、動画見る限り結構胸トレーニング得意そうなんですけど、インクラインとかフラットで割合的にはどっちが多かったでしょうか。今はインクライン1ですね。でフラット2は、まあそのバーを下ろすスミスとかだとやっぱり下ろす位置が決まってるから、ね、さっき見ても結構上なんですよ。うん、結構、まあ、ギオチンプレスって昔ショケースキッチンクラチョキングで上手ですね。もうゲーマーはみんなトレーニング上手いんですか。いや、全然知らない。本当に珍しい。じゃあ、まあ、こんな感じで、まあ、まあこれ2セット目なんで、あと2セット、あと2セット、あと2セット、もう結構今後半自分で上げられてなかったんですけど、重量は、まあ、重量スポットはそたいる場合はそれを利用して今日みたいな感じなんですけど、多分大概1人ですよね。そうです、自分もそうなので、そういう時はちょっと重量を下げて、ちょっと下げて、いや超楽しいです。楽しい楽しいですよ。Let's take each other out. Let's take each other out. Let's take each other out.
逃げようとしてダメです。ゴーゴーラストゴー OK ナイスいいかな。もう今まで一番効いてます。胸に肩骨を下げて胸を思いっきり開いて、ここがスタートです。ここからここです。胸の拳がちょうど、まあ、鎖骨あたり、あ、拳がちょうど鎖骨あたりから、ここはフィニッシュ、スクイーズ、ストレッチ、スクイーズ。ちょっと重かったかな。つかこれはサポートできないし、ちょっと重い。若いんですよ。今年26です。めちゃくちゃ若いです。僕が25歳で、大会出すトレーニング始めた。あ、ちょうど始めたんです。そうです、ちょうどそう。で、25歳でバンドを辞めた。4、5、6、7、8、Let's go。9。OK、パンチャー。1、2、あと3回。3、4、5、OK。すごい。すごい。ナイスナイス。すごいですね。スマホすごかった。そうそうそう。そうです。なるべく、うん。そうです。頭をなるべく前に出して、足をなるべく後ろに出せば、そうです。で、ヒップをここは固定するように、ブラブラならないように。そうそうです。Let's go. ナイス。まあ限界までってことにしましょうか、今日は。何回やったら忘れちゃって。結構いってます。10回以上やってます。12、3、4回やってます。1日2日ぐらいは多分ゲームできなくなります。多分プロゲーマーがアマチュアゲーマーのレベルぐらいまで落ちます。だから僕はゲームが上手くないんだって。いや、冗談。僕がゲームやってる中にゲームやりながら見てるグリオさんがこんな感じです。でかって感じ。ついていけない。ゲーム内でカネキンさんを時にちょっと見せたいですね。角度からそれを追うよ。ナイス。こちらもう少しコツ。そうそうそう。フォアの持つような感じで。ナイス。これで何なんですかね。わかんないぐらい。見たんです。いきなり、まあ、僕のトレーニングをやらせたんですけど、あの全然、まあ、今日はフォームとかはもともと結構トレーニングやってることもあって、まあ、結構、まあ、うまい方だと思います。特に胸トレーニングは興味深くなんですけど、まあ、今日特に伝えたかったのが追い込み、まあ、これぐらいの強度もあることが手に入れば、まあ、次からもう少し追い込みのレベルを上げていければ、まあ、今後にいい結果につながっていく。今後に今後にイントレットしてこれからやっていくみたいな。ゲーマーでしょ。ゲーマーです。もう真面目に、もう本当普段から筋トレしてるのなんですけど、真面目にただから筋トレ質問ばっかりしちゃって、これでよかったのかなと思ったんですけど、でも本当普段僕重量重すぎたと思いましたね、やっぱり。うーん、まあでも僕も見たんですよ、そのリオさんのそのチェストトレーニングの様子を、はい、でびっくりするほど重量が使えてて、はいはい、だからそっちは結構もうカバーできてるから、今日はもう少しそのなんていうかネチネチ追い込み系をネチネチ系したくて、そうそうそう、まああのそうですね、まあ、理想的にはあのフォームをもう少し徹底的に固めながら、今使っているもう重量にまで持っていけたら最強ですね。じゃあ今後の活動のちょっと力にしたいなと。海外もやっぱり多いですね。あ、確かに確かに。プロゲーマーなんか環境的に家が広かったりして、ガレージにみんなホームジム持ってたりとか、トレーニングにハマっちゃってる人が
ただその追い込むっていうメンタリティとかトレーニングしながらつけるそのなんていうんだろう体力っていうのは多分何らかの面で、まあ、ゲームともつながりがあるかもしれない。どっちかというとなんか将来のことを考えるとなんかもうネット社会っていうかもう、まあ、そうなんですかね、まあ、うん、まあどっちもできてそうな何かどっちもできたら最近最近アスリートでもなんかゲーマーやったりとかありますよね。いやもうすごい多いですよ、まあ、レブロン・ジェームズの息子さんがなんかチームフェイズかなんかに入りましたね、正式に。その人は最近、まあ、すごいコールドデューティーが好きで、あれコールドデューティー、そうそう、ウォーゾーンやってて、それでチームフェイズに。マジで純粋に楽しみましたね、今日は。でも大体あの基本トレーニングって本当になんか普通に僕もあんまり気を使うことなく、なんか普通にいつもこんな感じ、まあ、地味に、まあ、あとはヘッドホンつけてガンガン話しながら、まあ、僕のスポーリングの雰囲気をまあ少し味わえたかなっていう感じは。少しどころじゃないですよ。すっごい個人的な質問です。あ、デッドリフト苦手で、あ、どうしてもなんかうまくできない、うん、デッドリフトっていうのは本当に、まあ、そういう根本的なベーシックな動きなんですけど、すごく奥が深くて、まあ、人によってその、まあ、腕の長さ、胴の長さ、足の長さとかその骨の、まあ、そういう関節位置が違ったりするので、あと筋つながっている位置とか、だからそれによっていろいろ変わるんですけど、ただデッドリフトうまくできないっていうのは、ただ自分の体に合ったフォームを見つけられてないっていうことだけど。ザ日本人体型やっぱ。でも胴長の人には例えばもっと相撲があったりかもしれないし、もしかしたらただちょっとした調整で変わるかもしれない。だからそれはもうまた機会があればなんか、もうデッドリフトだけで僕はもう何て言うんだろう、何時間でも語れちゃう。今話始まるともう終わりがないんで。最後本当に個人的な。めっちゃマニアックな質問しちゃった。びっくりした。いやでもなんか機会あればそれ。僕はもうデッドリフト、僕が多分自分のチャンネルに上げた2つ目の動画がもうデッドリフトのやり方っていう動画で、もうそのデッドリフトのやり方っていう動画はその時は日本には存在してなくて、僕は多分それで結構チャンネルが伸びたと思うんで。食事系やっぱ伸びますよね。うん、そうそう、フル食っていう動画ジャンルも昔はなかったので、日本にも初めてだったんですけど。金金さん初ですよ、初です。フル食っていう言葉を作ったかもしれない。あれそうです、そうですか。そうです。フル食っていう言葉は自分が作ったんですよ。だからみんな知らずにそれ今使ってるんですよ。そうですよね。そう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 。まあ、海外では FDOE、Full Day of Eating って呼ばれてて、まあ、そういう動画自体が日本でないことを知って、まあ、僕も出したくて、ただ、Full Day of Eating って言っても、なんかパッと日本人には僕らに来ないので、いいことはないかなって探したら、まあ、フル食。食事のフル。それが多分5、6年ぐらい前。知らなかった。知らずに使ってました。失礼しました。これからは筋トレチャンネルとして、いいですね。ゲームは引退しますんで。別ゲストで来てください。今後はいつでも遊びに来てください。これは IFBB プロのカニキンのゲーム環境紹介。いや、恥ずかしいですけど。初公開ですよ。初公開ですよ。まずは、はい、デュアルモニター。デュアルモニターで一つは PC につながって、もう一つが PS4 につながってて、もうこんなただ床に置いてて、こんな風に置いて大丈夫なんですか？多分大丈夫です。で、スピーカーはもちろんパソコンには繋がってる。でもゲーム中はこちらのアストロエボティ、すごい好き。ここで音量調整とかやって、あとはガチですね。うん、いやもう全然なんかもう全然本格的じゃないですよって言ってたのになんかもう、いやでも多分ネットが無線だからそこは良くないですよ。ああ無線、そうなるほど。そこら辺はちょっとプロ意識が足りないかな。プロ意識。あの線を繋いだけど、やっぱり奥さんがダメって言った。ダメって言ったの。グルージングしてた。そう、大変ですよ。僕実家の時にそのお父さんが有線繋ぐために天井に穴開けたりとかしてくれたの。ここの壁をもう本当伝わるように。まあ、多分引っ越したらちゃんとその環境バーディングダダの、うん、で最近ハマってるのがこれがこれカフェインのスチーム、ああの
エナジードリンクみたいな感じで。いやこれあれです、あのアメリカのプロゲームをみんなやってるんだ。こうすると、ね、途中トイレしなくていいし、これすごい目が覚める。だって煙だけだから。あ、そっかそっか。普通のドリンクだと。そうそうそう、普通ドリンクだと。そうそう。まあドリンクも。これはバディ？え？ダメ。で、前回リオさんと現象したときは向こうからウェスリーが来て光線をバッて引っ張って電源を抜いて、これは面白い。だから急に画面が真っ暗になって、そうそうそうウェスリー、え、分かる。そうそう、分かってる。だだの何点ですか、セットアップは。いやもう普通にもうこれは100点じゃないですか。ジェネラスです。あ、そうだ、なんかできない。あ、コードボールがなんかインストールが、そうそう、今見せます。あ、四角。あ、プレジェシンプラスか。あ、プレジェプラスはないですけど。なんだ、あれあれあれちょっと、ちょっと、ちょっとしてください。ちょっとあれ、ウォーゾーンってプラスなくてもプラスに入ってなかった。解決。解決。やだ、さすが。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ、今日はカネキンさんとトレーニングして、まあ、今日は初公開のカネキンさんのゲーミング環境を紹介しました。ゲーマーの方はちょっと優しく。優しく。カネキンさんのチャンネルは動画概要欄にあるので、これからねトレーニング始める方や今してる方はぜひね、チェックしてみてください。僕とのトレーニングも多分上がると思うのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあまたトレーニング、まあゲームもぜひ、ゲームぜひ、ウォーゾーン行きましょう。行きましょう。というわけでお疲れ様でした。よかったらグッドボタン押してください。バイバイ。